久保さん、頭いいっすね。今回は頭とくれば鳥です。頭取ですね。頭取。頭取でいきましょう。これね、あのね、あのドラマでね、ネットフリックスで見たんですけども、監査役野崎俊平だったかな。監査役野崎俊平っていうのがあって、この続きにも頭取野崎俊平っていうのがあるんですよ。これア、アマプラでも見れるかな。 あのこれは銀行のま,まずその物語としては監査役で、まあ、入ってでその頭取をねその,あの野崎がねこう詰めていくんですよ頭取これはダメだみたいなでその後、まあ銀行の闇をこう暴いてますあのして頭取に自分が結局選ばれるんですよね監査役だった野崎が頭取になるんですよ で、その続きがあって、頭取になった野崎のドラマがあるんですよ。で、この関西役の野崎と、頭取になった野崎。で、この頭取になった時に、なんか、社員にね、変わりましたね、と。それは昔の頭取と一緒じゃないですか、って、みたいなね。<laughs> そこで葛藤があるんですよ。いろいろな葛藤が、野崎のね。その頭取として、頭取っていうのはやっぱ大変だなと。 で、その、なんだろうな、頭取りになってみて、頭取りになってみて、その前の頭取りの気持ちが多分分かったと思うし、で、その中でも葛藤してるんですね、いろいろと。自分の思いだったりとか、頭取りとしての、この指示、どういうふうにやって、銀行をね、こう立て直すためにどうすればいいのか、みたいな葛藤があって。めちゃくちゃね、おも僕は面白かったですね。うーんそう。これまた続きがないかなとは思うんですけどね、面白かったですね、結構。 やっぱね、まあこのドラマでも描かれてるんですけど、やっぱりそこのね、ポジションに立たないとわかんないんですよ。マジで。うん、やってみないとわかんないというか、うーん、なんだろうな、本当に、そのなんだ、結局ね、全部上辺なんですよ。そのポジショニングに本当に、例えばその、今だった頭取っていうポジショニングにな,ならないとわからないっていうね。 うん、あくまでもそのこのなんだろうな外から見てるって感じですねどれだけそのいろんなことを考えてどれだけ思ったとしても結局外から見てるっていううんそうほとんどの人はだから会社を外から見てるんじゃないですかねうん中で見てないですよ、うん まあ外で見てるっていうのを分かりやすく言うならば、まあ、給料上がんねえなとかね。どの子のみたいなね。うっぷんばらしで酒飲みに行くとかね。あこれ経費お願いします。みたいなね,ね。とりあえず領収書切って会社に出せば金が入ってくるみたいなね。<laughs> とか。うーん。その、中で見ていたら、またち多分違うと思いますよね。うーん。その まあこれはもうね、もうそのポジショニングになってみないと分かんないですね。うん。だから結局そのなることが大事ですね。そのポジショニングに作ってつ、ついてみるっていうのが僕は大事かなと思いますね。人生において。だから僕はね、非常に人生を振り返ってみて、まあまだもうちょっと生きていけるとは思うんですけども、まあよかったなって、普通じゃその到達できないポジショニングを軽減できたんで、うん。 だからやっぱいろんな思いとかいろんな考え方は他の人とやっぱ違う部分はあると思いますね何万人いてもね会社に何万人いても頭取社長は一人ですから、ね、うんでその一人なんだけども雇われ社長だとその上にも会長がいてサンドイッチみたいなね <laughs> っていうところも経験したし今はもう完全に頭ですから僕は誰もいないっすってね 一人ですから会社には一人っていうねそう従業員ゼロバイトゼロはけあの従業員ゼロバイトゼロ害虫ゼロ僕一人です <laughs> でもねあのー、僕は一人がしっくりきましたね僕は一人がしっくり来るし一人の方が成長できるというかより自分と向き合えるしやっぱその 従業員がいるとやっぱね従業員のせいにするっていうせいまあなんだろうなまあ実際、うん、ねえあのまあこれよく出すんですけどね「あのいや社長社部長だったか社長あの部長が帰らないからね僕たち帰れないんですよ」みたいなね「まあ、それはどうなのかな」みたいな。 いや俺が仕事してるのは売り上げ上がってねえからだよって、じゃあお前ら売り上,上げ上げろよって話なんだけども、でもね、それもやっぱ従業員のせいにしちゃうんですよね。うん、だから従業員がいればいる、いれば、従業員、なんか従業員のせいにしちゃうし、まあ従業員がもし仮に売り上げを上げてたとするならば、あ,あ俺がまあちょっと会社行かなくてもね、まあちょっと回してくれるんだよみたいな。従業員がまあ回してくれるだろうみたいな。 天狗になったり甘んじちゃうし一人はねもう誰も誰のせいにもできないし誰も頼りにもできないしだからひたすら包丁研ぐしかないですよ己の包丁研ぐしかないのでこれはね僕は究極系だと思いますよひたすら自分自身で自分のあのなんだ磨いていくっていうひたすら向き合ってこう包丁をずっと研いでいくっていうね うん。そう。まあ人それぞらいろいろありますけどね、僕はもう一人が最強かなと思いますね。うん。はい。いってらっしゃい。